皆さんこんにちは。なるほど店です。今日も欲望として遊んできます。いや、前回の動画もご視聴ですね、ありがとうございます。リサちゃんだったんですけど、今ちょうど画面にいましたね。さあ、昇進いたしました。ハリーさんは悪い奴らに食われちまうぜ。狂人だよ。診断書見るかと。怖いですね。なんか載ってるんですか、診断書に。診断書に載ってるって言ったら、もう病名しかないと思いますけど。さあ、では、今回はですね、そう、何でしたっけ、デザイナーですか、上の真ん中にありますけど、こちらです。ななこちゃん、みはちゃん、けんちゃん、山下さんっていうですね。これ出てみるんでしたっけ、洋服交換ですかね。さあ、ななこちゃんって一番初めの、美女さんですよね。さあ、みはちゃんも私持ってますね。けんちゃんは持ってないから、こちらはできないですか。山下ちゃんも入手済みになってますね。この生地が9個あればいいんですね。生地が必ず出るってことは10回すると、あれですね。てか9回すれば必ず9個貯まると。ってことは8100ダイヤですか。行きましょう。行きましょうと。報酬一覧見ますか。でも、もしかしたら2個以上出る可能性もあるってことですかね。いや、いいですね。さあ、行きましょう。1回と。さあ、1個出ましたね。2回と。1個しか出ないですね。3回、4回、5回かなと。さあ、次何回みたいなですね。クイズ番組ありますけど、6回、7回。1個しか出ないですね。2個被ってください。悲しい。今何個ですかね。あ、上に書いちゃって危なかった。9個ですね。しました。じゃあ、やっぱりもう初めの7個ちゃんで行ってみますか。はじめのななこちゃんってなんかあれですね。洋服交換しましょう。さあ、行きます。さあ、交換いたしました。じゃあ、後でちょっと見てみますか。事務仕事は私にお任せ。さあ、全部回収して、査定さんのレベル、今来てくださったから上げましょうか。ハリーさんですね。いや、私、来週ですかね。悪い奴らに食われちまうぜ。あれですよ、馬刺しを買いに行きますね、お肉屋さんに。まあ、ちょっと遠いんですけど、お友達と3人でなんか予約してくださったみたいで、お肉屋さんのあれなんですね、予約システムってあるんですね。知らなかったですね。まあ、定額給付金が7月の初めに入りましたから、こちら使ってですね、いろいろ食べ物とかに今どんどん使っていってるんですけど、皆さん何かされましたか？ GoTo キャンペーンも始まりますからね。旅行とかもいいですよね。まあ、でも新型コロナが怖いから、まだ県内あたりがいいですか？県外じゃなくて。さあ、抜擢もしますか？じゃあ、ミキさんを抜擢ですね。あまりアイテムないですね。抜擢用のアイテム。他のゲームでしたら、最近でした、どのゲームですかね。オーニー、俺はナルさんとかですかね。まあ、結構なんかたくさんあるんですよね。持ってたんですけど。まあ、イベントとか、あれ、ゲームによって違いますからね。いただけるアイテム。システムは結構似てるんですけど。さあ、では、名人島でまた、アイテムじゃなくてダイヤをいただきましょう。ゴッドファードさんいらっしゃる。おお、すごい。もう武士ですね。侍さんですよ。成り上がりさんみたいな感じですか。私、成り上がりさんがゲームなんかうまく起動しなくなっちゃって、アップデート来たからですかね。で、なんかやっても起動しないので、一回アンインストールして、インストールし直したんですけど、それでもダメで、まあでもアンインストールした時点でもうデータが消えちゃってるので、悲しいことに引き継ぎしてないんですね、私。基本的に引き継ぎしてないので、ゲームの。アカウントで紐付けされてるのは、まあ大丈夫ですけど、まあ、自分でしないといけないパターンはあれですからね、しないですからね、私。さあ、ログイン307日目。
いやー、もうすぐ1年ですか。もうすぐ寝ると、何でしたっけ、あ、もういくつ寝るとですか。1年差と。さあ、では行きましょう。美女さん、お帰りなさい。で、ちょっと奈々子さんをまず完璧な人なんていないわ、見ましょうか。あなたを覗いてね。いや、懐かしいですね。600。ちょっと待ってくださいね。でもやっぱちょっと比べないとわからないですよね、どんな感じか。じゃあやっぱ泣く泣く行きますか。じゃあデート行きます。おお、いや、初回をちょっと見直したいぐらいですね。いや、まあ今見てるから見直さなくていいんですけど。さあ、奈々子さん、こういう感じでございます。さあ、では着替えてみましょう。でも色的になんか完璧な人なんていない、あれですよね、家の展示にしましょう。で、デートしてみます。あ、610に上がっちゃった。さあ、同じでしょうか、違うんでしょうか。おっと、似てるけど違う似てるけど違うということで。いや、いいですね、白が似合いますね。なんか白は爽やかな感じしますよね。いや、素敵ですね。いや、やっぱいいですね。もう一個、もう一個もう一個デザイナーいけるんですけどね。美葉ちゃんか山下ちゃんですけど、これは次回ですかね。動画を撮りしたいと思います。ではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況ですね、たくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。ではご視聴ですね、ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。